やり取りすることもあるということです。また和歌山県では問い合わせに AI を用いていて、利用者側が個人情報を含んだ内容を書き込む可能性もあると産経新聞は伝えていますということなんですが、これはね、ですからほら、なんていうの、例えばちょっとしたあの折島さん元気みたいな会話だけじゃなくって、こういうその本当に、行政手続きに使われているっていうのは非常に有識問題ですし、はい、あるいはその神奈川県なんかはですね、黒岩知事が自ら YouTube 動画に出て、はい、でこのコロナに関する情報の共有は LINE を通じてやりますから、皆さん LINE を使ってくださいとかって言ってるわけですよ。何をかでね、私はとにかくこのニュースの一報を聞いた時に、はい、なんだと思いましたよ。別に全然驚かなかったんです。むしろね、このニュースの一報で私が驚いたのは、ニュースの内容じゃなくって、これをスクープしたのは朝日新聞なんですよ。ね、第一報がね、朝日があってこんなまともなさニュースをと思ったら、峰村健司さんという編集委員だったの、で峰村さんとは私もまあ多少ね、その、はい、まあ、お付き合いがあるんですけど、私が勝手に朝日新聞の両親って呼んでる人なんですよ。で峰村さんはその、まあ、中国とアメリカに駐在したご経験があるんですけれども、あの極めて朝日新聞の中でですね、まあ、国際関係中心にすごいまともな記事だなっていうのがあったら、大概峰村さんだと思って間違いないですね。その峰村さんがこれ国内のネタなんですけれども、スクープで書いて、でさらにですね、この第1弾は要するに中国の会社、業務委託をしている中国の会社から、アクセスできたっていうわけでしょ。で実際にですね、すでに32件、はい、アクセスの記録があるんですって。ほうほうほう。で中国側 の, その技術者4人から32回にわたってアクセスされてるらしいんですよ、はい、だからもうそこには抜けちゃってるわけなんですね、まあ、それが一つ問題なのと、はい、それで続報があってですね、LINE でよく、まあ、多くの人が使うトークっていう、まあ、単にこうおしゃべりするとかこう、ま、あのコミュニケーションするのがあるでしょ、はあ、そのサービスで使った画像と映像は全部韓国のサーバーに行ってたと。はあ、でね、私はその冒頭言ったなんだって思ったのは何かっていうと、うん、昔から言われてましたよね。 LINE の情報って、 LINE ってあのほら、株主が韓国、韓国系の企業なんで、そうでしたね、あの LINE を使うと全部その韓国のサーバーに情報が行っちゃって、韓国側に情報を握られちゃうよっていうことを随分言われていたんですけれども、それをですね、世の中 の, そのお利口さんの人たちはですね、まあ、こんなものはその喧嘩の連中の陰謀論だと言ってたわけですよ、そんなことあるわけないじゃないかとか言って、はい、やっぱりそうだったじゃないっていう話なんです。うん、だからね、まあ、結論から言ってしまうと、もうこの件で分かったことはですね、一日も早く日本製のこのメッセージアプリを作るべきですよ。そうですね、使用だってこんなものできないわけでもないでしょ、はっきり申し上げて、だからこの LINE についてはやはり危険性があるのでね、その、まあ、自治体やなんかがですね、これを使うというのも早急にやめた方がよくて、はい、その代わりの代替品がいるわけですよ、ですからそんな複雑な構造ではないと思われますから、ちゃんと日本国内でサーバーを、まあ、もちろん管理するだけではなく、いろんなセキュリティがきちっとかかる形のものをですね、急ぎその、まあ、開発させる、はい、そのために行政側がサポートをするということをした方がいいというのが一つですね、はい、それからもう一つはですね、まあ、この外資の土地売買の問題もそうですし、この LINE の話もそうなんですけれども、こういうね、つまり隣国の何らかそういった謀略が絡んでるんじゃないかという噂が出た時に、もうすぐさまですね、これはその喧嘩な人たちの陰謀論だとかですね、右翼 の, その陰謀論だとかって言って一生に伏さないで、ちゃんとこの種のリスクっていうのを検討してみる必要がありますよ。そうでしょうね、吟味すべきはね。そうでね、実はちょっと一つね、 VTR 見てほしいんですけど、このね、 LINE がその要するに情報が抜けてるんじゃないかっていう、まあ都市伝説みたいなのがずっとあって、そのことを重く見て2019年の11月に国会でもこれ話題になってるんです、はい、その時の国会 の, その質疑の模様を短く切り取ってると思うんですけれども、ちょっと見ていただきたいんですね。はい、はい、動画ご覧いただきましょう。それからもう一つ、私が普段一般国民というか生活者としてやっている、あるいは仕事でも若干使うことがありますが、 LINE 社っていうのがありますね。
使ってらっしゃるでしょ、多少は、ね、あ使ってない、ね、なぜ使ってないんですか、あ質問したらダメだ私も使ってるとですね、後援会の皆さんとか友人がですね、国会議員なのに LINE なんか使ったらダメだよって言われるんですよ。ダメですかこれ。公開情報によればですね、LINE社はサーバーは主要なサーバーを日本国内に置いていて、その管理はですね、日本国内の法令に準拠をしているということでありますので、まあ、特段問題があるというふうな認識はしておりません。私もね、そう言われるもんだから調べてみました。これは経産省ももしかしたら調べていただいているかと思いますが、まあ、個社について政府がいろいろ言うのはちょっと言いにくいということもあるかもしれませんが、もし間違ってたら訂正していただきたいんですが、 LINE 株式会社が、まあ、いろんなサービスを提供していますが、少なくとも日本人と日本人がコミュニケーションを取っている、いや、まあ、海外のサービスもありますから、まあ、少なくとも日本国内で日本人と日本人が我々が普通に使っている限りにおいては、その処理はですね、国内のサーバーで、処理がなされていると。で、資本はこれはネイバーですね、まあ、これ韓国資本が大きな割合を占めています。すると、じゃあ韓国資本はリスクがあるのかということですが、これいかがでしょうか。例えばクラウドサービス一般について調達する場合にどういう点を評価すべきなのかという点については、まさに今政府の中で新しく基準作りをした上で、その運用監査にあたって今回 IPA がそれをサポートする体制を構築したいというふうに考えております。なんか全然答えになってないと思うのよ、最後の。だからね、ここで私がこの、映像をですね、はい、まあ、スタッフの方から切り出していただいたのは、はい、別にこの時にこの足立議員とですね、それから平さんが副大臣で、はい、まあ、答えてるんですけれども、はい、別にここでこの人たちを責めたいってんじゃなくって、はい、足立さんがこの時に持った問題意識っていうのはこれはまっともなんですよ。はい、要するに巷でね、自分もなんでそんな LINE みたいな危ないもの使ってんのと言われて、うん、で、だったらどうなんだろうと、本当に危ないのかなと、いうことを経済産業委員会で聞いてるわけなんです、で平さんもそれは公開情報で言えばというふうに断りは入れてますけど、でもね、やっぱ国会で答えるんですからね、公開情報で向こうが言っている自己申告をそのまま持ってきてね、まあ、それこそ日本流の性善説に立ってですね、いや LINE がこういうふうに言ってるから全然問題ないと思いますよっていうのは、ちょっとこれはやっぱり私は甘すぎると思いますよ。だからこういったことについても今後反省の上に立ってですね、今そのありとあらゆるアプリが、もうどこのものだかわからないアプリがいくらでも買えるわけじゃないですか、使えるわけでしょう。そうするとね、やはりそこからどんどん情報が抜かれるっていうことがもうリスクだって言われて久しいわけですよ。これに対して無防備すぎる、はい、で、やはりこういうものがですね、まあ、他国税からしてみればね、もういろんな抜け穴になっていて、もういくらでも情報を取れるわ日本はということになっているという現状を、むしろその行政の側が国民以上に強く認識してほしいと思いますね。どれだけ触覚立ててもね、多すぎることはないわけで、飯山さんいかがでしょうか。そうですね、まず一点、その相手が言ったことを、まあ、今回の場合ですと、まあ、LINE という企業ですけど、LINE が言ってることをそのまま信じるっていう、その無邪気さですね。そうなんだよ。なんかでも私なんか中東のことやってるんで、なんか嘘つき国家っていうのがたくさんあるわけですよ。まあ、なんかもういろんなこと言うんだけど、もう十中八九嘘みたいな、で普通に平然と嘘を言うわけですよ、はい、でそれをですね、言ってることをその真に受けたらですね、そんなやつはバカなわけですね、はい、でそれを、まあ、それがまあその中東を見るときの常識っていうか、こういうこと言ってるけどこれは嘘だなって思って聞くのが、まあ、当たり前なんですね、はい、ですから、まあ、国と国の間の、ね、企業とかの問題だったとしても、はい、相手が言ってることをそのまま鵜呑みにして、あ、
大丈夫って言ってから大丈夫なんだ、オッケーオッケーみたいな感じで、はい、あの終わるんじゃなくって、きちんと裏を取って、本当にどうなのかということで、その日本の国民とか、はい、その今のその情報のその重要性っていうのは、今のうちにも非常にも格段に高まってるわけですね。だからそういった情報の管理とか、その漏洩がされてないかってことを、はい、やっぱり国がしっかりと、はい、あの守っていかないと、まあ、じゃあ誰が守るのって話ですよね。だからもうちょっともうその性善説に立つのはもうやめた方がいいと私はこう思います、全体的に。本当それ何でもかんでもね、すぐそうやって陰謀論だって言って一緒に伏してね、あのリスクを考えないっていうこの体質、本当にいい加減した方がいいと思いますね。裏取り行間を読むというところがね、いやもう大体ね、ですから外、あのさっきね、足立さんがそのじゃあ韓国資本だったら危ないんですかって言ったら、その役人の答えが答えになってなかったじゃないですか。要するにああいうことに答えられないっていうのが問題なんですよ。あんな風になんかわけのわからないこと言って逃げちゃうっていうね、でこれから基準作りがとかって、それ全然答えになってないでしょってい う, う, いうあの向き合い方がそもそも問題なんですよね。タイプの典型的な答弁でしたよね、うん、それにしても8600万人そうそうですよ、すです、ね、私は収支使ってなかったですけど、よかったです、はい、では続いてのニュース、飯山さんいかがいたしましょう。じゃあ、はい、9番のイラン、9番こっち、こちらでしたね。はい、参りましょう。イランが新型遠心分離機でウラン濃縮、 IAEA が報告とありますが、きな臭いこのニュースにも行きましょう。ロイター通信の記事の概要です。 IAEA 国際原子力機関はイランが中部ナタンズの地下施設で